これ待って、知らない人の方が多いんじゃない？初めて見た人は。高評価ボタンもぜひぜひよろしくお願いいたします。いやー嬉しかったですね。感動しましたね。ライブ僕多分ナンバーアイさんたちを前のグループさんの活動の時もそうですけど、おそらくそのライブの映像とかをほぼほぼ見たことがなかったので、本当に今回初めましてだと思います。本当にそのぐらいのあれですね。多分そうなんです。本当に大げさじゃなく初めて見たっていうところの感想になるかなというふうに思うので、まあそこのねお話をいろいろとしていきたいなというふうに思うところでございます。そうラストのごめんなさい、ちょっと最後の方からお話ししていいですか。死ぬなよっていうやつ、あれ何なんですか。意味があるんですよね、あれきっとね。なんか多分そういうことなんだろうなって思ったんですよ。あの言葉には多分意味が込められてるんだろうなというふうには思ったんですけど、僕はちょっとその分かんないんですよ、その内容事情を知らないので、一体どういうことなんだったんだろうなっていうのはちょっと感じているところがある。もしよかったら教えていただけると嬉しいです。あれいつも言ってるんだ。だからその僕は初めて聞いたので、なんだどういうことだみたいな、未来を何か見てきてる人なのかなとかっていうふうに勝手に、SF とかねそういうのが大好きなので、わみたいなっていうのちょっと思ったんですけど、おそらくその次また会いましょうのお話をされていたので、その時また絶対会おうぜっていう意味のそれなのかなとか、まあこの俺の最後の去り際やべえからな、気をつけとけよっていう、その何かっこよすぎてさみたいなことなのかなとか、いろいろなことをちょっと考えたんですが、正解は何なんですか。あれはなんかあったんですかね。あーそうなんだ。あご友人が亡くなられて、あーごめんなさい、それ知らなかった。そうだったのか。うわーそうだったのか。うわなんかちょっとそれはマジか。そうなの。うわーちょっと今になってグッときました。それはそういうことか。いや僕そういうなんでしょう、ちょっとなんでしょう、言葉的には少し繊細なセンシティブな内容じゃないですか。だからこそその平野くんがそれを言うことには絶対意味あるんだろうなっていうふうに思ったんです。なんかふざけてるっていう感じとか、なんかノリで勢いで言ったとかっていうものではないことは分かったんですよね。なので一体どういうことなんだろうっていうのがすごく気になってた部分だったので、そうあれをだからなんか初めて見た人が例えばそのあれ冗談で言ってるとかっていう風に感じるかっていうと、そうはならなかったんですよね。やっぱりんみたいな、今の意味は一体なんだろうっていう、そういうなんかこう考えになったので、そういう過去があったんですね。なるほどな。うわーちょっとなんかそれは知らなかったわ。そうだったんだ。もう一個思ったのは、そのなんだろう、まあアーティストとして、勇気づける立場にいらっしゃる方たちでもあると思いますし、まあそういう意味でいろいろな人のその心の支えになってるという意味で、まあなんでしょうね、辛い状況にいる人に向けた言葉なのかなとかっていうふうにもちょっと思ったりもしたんですけど、あ今日だけなんだ、そうなんだ、マジか、そうだったんだ、はー。まあもちろんね、まあそれを聞いたからこそまた全力で楽しむは楽しむんですけれども、ただでもね、なんかそうか、平野くんがそのステージに立つ意味とか、ファンの方とのそのつながりを大事にされてる意味とか、そういうところなんですね。いやーそっかー、ちょっとそうかー、あ昨日は気をつけて帰ってねだったんだ。あれを聞けるのを待ってたのか、ファンの方たちは。そうなのか。おそらく平野くんは特定の人だけが見るコンサートではなく、アマプラつまり全員が同時に見られるこのタイミングの今日で言ってくれたんだと思うと。そういうことか。そうよね。ライブに来てる人ももちろんそうだし、来れなかった人全員が見れるよねっていう場所で、はあ。そうだったのか。いやーちょっと恐れ入りました。それは
ずっと僕死ぬなよの意味とかなんか調べたんだけど、あのツイッターでですけどね、え X か、死ぬなよって言ってたっていうのを見たら、皆さん死ぬなよって言ってたみたいな、でファンの方たちもわーってなってるから、もう涙ってなってるから、これどういうっていうのはずっと気になってて、いやあの言い方もなんかその重たさとかではなく、本当にその帰り際にさらっと、それこそじゃあねーの感覚で、でもその死ぬなよっていう、その次をちゃんと次会うことですねをもう約束するじゃないですけども、それを告げて次もう会うからなの言い方としてはすごく刺さるなと思って、びっくりする刺さり方ですよね。だからね、あってなるというか、はー、なるほど、ちょっとねないですね、このこういうなんだろう、ライブの最後はちょっとないですね、味わったことないわ。はーね、そう、笑顔でねさって言ってくれるところですよね。なんかねカラッと言ってくれるんですよね、なんでしょう、こう重たくないんですよね、すごく軽やかに言ってくださるところが、そういうことだったのね。もうね、もうこの話聞けただけでよかったって思って、すごい今もう本当にそのぐらい今ライブ配信やってよかったなって思いました。そうだったんだ。ファンの方たちからするともうそれ聞けた瞬間やばいですね。そっか、だからか。これだからリアルタイムで本当に何でしょう、不意に聞こえてきた言葉じゃないですか。はってなりますよね。これ待って、知らない人の方が多いんじゃない、初めて見た人は。吐けるときにそれが聞けるかどうかを皆さんこうまたドキドキしながら待ってるっていうところなんですね。だから本当にライブの終わりの終わりのその挨拶までこうなんです、意識が途切れないじゃないですけども、その最後の最後の言葉が何かっていうところまでがライブなわけですね。いやー、なるほどねー。